おい姉さん。何？島だぞ。ワクワクするな。ああ、いい感じ。ちょっと変わってくれ。あちこち飛び回ってはずいぶんヤバい目に遭ってきた。けどようやくここまで来た。ちょいと一息ついて祝杯と行こうな。偉業を成すのも小さな一歩から。いいか姉さん、エレナなら平気だって。エイブリーの財宝だ、喜ぶだろう。どうかな、今回ばっかは年貢の納め時かもな。リバタリアは意外と小さい。確かに、でもここでいいはず。上陸できるとこを探そう。とりあえず島っぽいのあったな。ああ島っぽいのね。人工のものを探すんだ。ああ海賊っぽいものだな。ああもしかしたらリバタリアってやつは小さな海の家だったりしてな。じゃなけりゃ火の小屋とか。サム調べてみよう。ああそうだな。誰の墓だろうな。まあ死人に口なしってな。昔の探検隊の荷物か。何見つけたんだ。バーンズ？マジかよ、これバーンズの孫が書いたもんだ。だからパナマの十字架は空洞だったんだ。ここまでたどり着いたのか。サム、行こう。わかった、行こう。姉さん、見てみろ。あれはどう見ても人間が作ったもんだな。違うな、海賊だ。不思議だな、ずっと探してたものが目の前まで来てるって。期待と怖さが震えちまう。経験したことあるか。あるよ。おい見ろ、イルカだ。イルカぐらい見たことあんだろ。そりゃあるけどよ、もう何年も前だからな。ダメはそんな変わってないだろ。
ほら見ろ、あっちにも。おお、いるな。おお、3頭もいるぞ。ってことはイルカの群れ、俺たちが不利ってこと。怒られるぞ。ユーモアのセンスないのか。ネイさん、見ろ、船だ。残骸だけど。マルコ。なんだ。これは？また手紙。お宝は見つけたのかな。そんなビッグニュース聞いたことないし、ダメだったんだろう。だといいけどな。さっきの墓は乗組員のか。何かあったか。ああ、4億ドル相当のお宝。笑える。見てくるけど、どうする？行くに決まってる。さあ行こう。わかった。せかすな。
と使えばいいだろう。思うけどボートの方が早いぞ。そうな。小さい洞窟だ。あの塔に行ってみよう。ああ、おっと、行かれちまったバーンズの仲間、置き去りかよ。ひってえな。これは何かのドアだ。下には部屋か。それもでかいやつだ。ここにお宝があるってことか。まさかそんなわけないだろう。エイブリーのお宝だったらもっとうまく隠してあるはずだ。それに守りも厳重だろうな。まあ確かに。古い見張り塔みたいだ。上からなら何か見えるかもしれない。オーケー、登るぞ。サム、こっちだ。何かのシンボルか。コンパスの針か。おお、よく。お前の真似をしたんだよ。とりあえず遅い。ほ見ろよ、同じシンボルだ。それに針、どこを指してるか確かめるぞ。ボートは島の反対側だ。俺はボートを取ってくるから矢印を調べといてくれ。分かった。Yeah.
えなかった。俺の声さ。